こんにちは。こんにちは。メガネの前田 TV、第13回目の配信をこれからさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。こちらはですね、 JR 中央線武蔵小金井駅南口徒歩1分、はい、イトーヨーカドー武蔵小金井店3階のメガネの前田からお送りいたしております。はい、ご本人は、メガネの前田の前田でございます。社長ですね。はい、はい、それと、特別ゲスト、前にも出ていただきました小金井市内在住初夏、町田春秋さんです。町田春秋です。春の秋と書いて春秋さんです。春秋さんじゃないので間違ってます。違います。画像です。画像です。画像っていうの、初夏の場合は画像っていうの。それと今回もちゃんと水越さんおりますので、よろしく、チャンネルを切らないでそのまま見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、まず最初に、まあ、いつも一緒なんですけど、メガネの前田のご紹介からさせていただきます。小金井で、創業して60年ぐらい、私の父が創業した、地元密着型のメガネコンタクトレンズ補聴器の専門店でございます。そのモットーは、半分医者で半分飽きない、範囲範囲を、ポリシーとして地元密着の眼科さんとも連携した専門店でございます。今日は短いでしょ。短い、ね、いいね。今日は短くしてみました。綺麗だね。いつもうるさいからね。ちょっと短くしてみました、ね、今日。あ、そうでしたっけ。そんな長かった。ちょっとだんだん短くなってきてるの。だんだん。いや、いいと思いますよ。まとまってきたら、はい、まあわかんないけどね、まあ、今日ね、初めて 見る方もいらっしゃるかもしれない、まあ、一応ね、それ伝えておかないとね。小金井ってメガネ屋さんどれぐらいなの。メガネ屋ね、多分小金井市内全域、駅周辺だけじゃなくて、市内全域だと 10店舗以上は絶対あるね。それでメガネの前だと古いかな。一番古いね。一番古い。老舗ですね。まあ、売り上げも一番かな。とりあえず、今のところはみたいな。今のところはみたいな。あと、メガネの前さんはこことあと、あとね、小平のね、一橋学園駅、西武多摩湖線、一橋学園駅北口、徒歩30秒。え、そんな近い。30秒もないな、徒歩15秒。本当、うん、ああ、近い。まあ、駅に近いことだけはね。そちらにもぜひね、お近くの方。ここ、そうですね、ここにあるのも結構古い。同じような感じで、やっぱり、メガネ、コンタクトレンズ、補聴器を扱っておりまして、補聴器はね、ここにもね、なんか防音室がちゃんとあるんですけど、小平店の方も完備してます、ね。小平店の方がちょっと奥行き、まあ、お店の面積自体はこっちの方が大きいかもしれないけど、2階もあるんでね、割とゆったりした感じで。あそこ2階あるんですか。2階もある。うん、2階にね、補聴器の、検眼室とか、こういう補聴器の防音室は2階に。そういう風に知られてないんだよね。一橋学園、あんまり元気がないね、商店街なんでね。路面店は大変です。路面店の専門店はうちの業界本当大変。ちょっと頑張ってほしいね。うん、ちょっと最近の状況お話ししてもいいの。そんな大変ですよ。マジでマジで大変ですよ。本当は今日どうしようかなと思ったぐらい。メガネの前田 TV。 いやいや、頑張りましょうよ。前田さん、頑張んなきゃいけないけど、社長がそうやってどうすんのよ。社長がどうすんのよ。大変よ。社長元気出していきましょうよ。昼からビールでも飲まないとやってらんねえよ。まず社長元気なのかね。前田 TV だけでも元気にいきましょう。やってらんねえぞ。頑張りましょうよ。やってらんねえぞ。ちなみにはい、メガネの前田さんの今日のメガネは、今日はね、これはオーガっていうメイドインフランス。あれ、王さんとかも使ってるんですか。いや、それはね、ラインアート。あ、そうか。これはね、ちょっと軽いやつ。うん、これね、これは、ま、曲がってないんだよ。これはそうだ、ウッド、天然ウッド、うん、天然ウッドを使ってるもので、しかも間に、木と木の間にこの樹脂をね、サンドイッチしたって、この技術はサバエでもない。これに関しては、これモレロ社っていうフランスのメーカーなんですけど、これ最先端。で、この天然ウッドですから、こう人間の汗でね、この風合いが変わってくるから、かけていくうちにだんだんこうね、馴染んできて、本当にオンリーワンの。まあ、好き。何？それ好きです。これも好きよ。うん、これも好き。ただね、これ天然ウッド使ってるんで、超音波洗浄機にこのまま入れちゃダメなんですよ。木に良くないんで。だから洗う時もちゃんとこうやってこうやってつけて、ここぐらいまで、ここぐらいまでつけるようにしてやるんです。でもたまにね、やっぱり洗ってあげないと、ここの部分にやっぱり、ね、錆が出てくるんですよ。汗でね。うん。だからまあ多少はついちゃうんだけど、こうやってちゃんと洗ってあげないとダメです。で、このオーガは、これちょっとね、黒っぽいんであんまりよくわからないと思うんですけど、
この樹脂が、あの例えばこれなんかだと、もう完璧に、天然木って分かると思うんですよね。これは縁なしだけど、これ内側なんかは本当ね、外は黒だけど、内側なんかは本当に天然ウッドって分かるんですよ。で、これ色が薄いやつの方が風合いが変わってくるよね。あのみんなそうでしょ、なんかお箸でもそうだけど ね、そうだよね。だからこれは本当にちょっとお値段もいいんですけど、日本の技術よりもさらに上を行ってる。ちょっとお値段もいいな、うん、でもちょっとなんかこんなのリゾート用に持ってたらかっこいいですね。マッチンどうでしょう。マッチン、マッチン、うん、稼いないとマッチン、いやいや、いっぱい稼いでるでしょ。マッチン稼いないと。いやいや、で、あのちなみに今日のゲストの、そう、新庄さんはどういう方ですか。町田新庄さんはですね、あの、まあ、あるちょっと奉仕団体で一緒でして、で、あの、まあ、このメガネの前田 TV は美人さんしか呼ばないモットーでいるんでね、いろいろね、ご依頼はあるんですけども、前田さんがことごとく写真の段階でカットしてる、もう大変、もう選ぶのが毎回大変ですね。もう私も出してくれ、私も出してくれ、もう厳選した。特に前田さんの周りにおばさんが多いんでね。うるさいな、うるさい。今日なんか随分ノリがいいね。今日なんかいつもと違うね、ノリがね。なんかいいことでもありますか。やっぱミディ活200回もね、迎えてね、ノリノリですね。来月行かなきゃいけないしな、南青山な。でもそれ楽しみですね。楽しみに、楽しみ。南青山の葉山湾でしたっけ。メディカス200回記念パーティーがありますね。あれ、北原さんも来るんでしょ。北原さんももちろん。ぜひ名刺いっぱい用意しておかなきゃダメだよ。ねえ、そうですよね。100枚ぐらい持ってった方がいい。いやいや、もうあのね、この間先週出ていただいたね、鈴木雄大さんっていう、ああ、はいはいはい、あの方も来ていただくと。あ、本当に。なんか歌手の人。すごい、もう感動の。あ、そう。生で聴けるのかしら。でもその時も歌うの。桑田靖子さんとか歌わないでしょ。桑田靖子さんはね、ちょっとね、ツアー中で来れないんですよ。あ、来れないんだ。残念ながら。でもその前に行くもんね、コンサートね。あ、そうですね。2日前だっけ。6月8日ですね。8日ね。はい、日曜日。日曜日ね。桑田靖子さんのライブ。桑田靖子さんって知らないでしょ。あれ、松本伊代ちゃんなんかと同期だっけ。アイドル。同期じゃないですね。同期じゃないの。もうちょっと後ですね。桑田靖子さんがデビューした時、僕ら22ぐらいの時ですか。松本伊代ちゃんの時はもっと、僕ら10代の頃です。そうだったっけ。あ、小畑靖子さんの方がちょっと下なんだ。そうです、ね、あ、そうか、そうか、はい、でもたくさんいるよね、同期の人、確かに。います、あの頃は誰だっけな、アイドル。松本伊代は知ってるでしょ。知ってる、知ってる、ね、山瀬まみとかその辺ですか。あ、そうですね、山瀬まみか、あたりの方。そうです、ね、森口博子とか。あー、違う、うん、誰だ、同期忘れたけど。でも、あの桑田靖子さんデビューの時から歌うまくてね、多分聞いたことあると思うんだよね、多分聞いたらね。でもね、桑田靖子さんと間違えられるんだよ ね、 そうね。いや、桑田靖子さん詳しくは違ってない、でも桑田靖子さんの方が絶対美人だよね、間違いなく、ね、まあ、それっす、ね、いや、いいんだよ、はっきり言って。いやいや、僕は桑田靖子さん大ファンですから。だってこの間、桑田靖子さんの方、靖子さん、靖子さんの、この間ね、メディカツをやったのね、水越さんの事務所で。こんな脱線してもいいかな、たまに。全然ですよ。あのやったの。それで僕の番組ゲストで出てくれて、火曜日の夜に来てくれたんですよ。あと、あと北沢さん。北沢さん、キャプテンのね。キャプテンって、松本優ちゃんの後ろで踊ってた人だって。その北沢さんと3人でやってたんだよね。でその後に、いつもね、昇竜坊ってメガモリちゃん、食べに行くのよ。で、私途中ですれ違ったのね。そしたら、前田さんと偶然すれ違って。俺が事務所に帰るときに、あ、どうもなんて。俺がその後で電話かけて、これから行ってもいいとか言って押しかけて、昇竜坊に行って。そしたらもうね、前田さんお友達になっちゃいました。あ、いいですね。だから今度桑田靖子さんのコンサートに行くの。いいですね。どんどん広がるよ。もう広がりすぎてるけどね。いやいやいや、まあその話はもう行って町田俊二さんのご紹介ね。あ、一応初夏で、例えばこちらですね、これオーダーメイドで俊二さんに書いていただきました。こういうちょっとあの紹介を、うん、それなんて書いてあるの、メサ会ですか。何を言ってんの、眼鏡でしょ。眼鏡ね、はい、何を言ってんの。眼鏡ですよ。今日いくつか、まあ、どうぞどうぞ。前回もこの、あ、はいはいはい、はい、命名書を、うん、はい、それを お子さんとお孫さんのね。そうです、これはあのオーダーメイド で、でここに手形を貼ったりとかでするでしょ。そうです、これはメッセージを貼ったりとか開いてるので、お客様の方で秘密用、お誕生日だったり、届くのはその状態でね。そうです、この状態で。あともう一つパターンがありまして、あ、これあの、ね、猫犬家族用みたいな感じですね。好きな方多いからね。そうです、あの、まあ、しんじさんとかもそうだ。あ、
これうちの猫なんですけど。これあこの間の、あそう、それ絵なの？これ絵なの？これ写真？これですね。これ写真じゃないよね。写真をあイラスト風に、うん、加工するソフトがあるんですよ。なるほどなるほど。で、うん、まあだから写真でも構わないですけど。これってくわいだっけ？違う？これなんだ？何て読むの？冬の字ってこれ。冬字？冬字。冬字。冬字。その読み方だけ？冬字。あそうか。え冬字って名前なの？冬字。このそうです。うちの冬字です。猫ちゃんの名前が冬二っていうの。ペット飼ってらっしゃる方もこういうふうにね、お名前をつけ書いてくれる。そうです。で、写真をデータで送っていただければこういうふうに貼り付けて。冬二っていうんだって猫の名前が。いいじゃないですか。いやいや。それどこに皆さん飾るんですかね。普通にリビングとか、普通にあの後ろがこういうふうになってますので。まあ、吊り下げてもいい。吊り下げてもいいしね。そう、ピクチャーレールなくても全然大丈夫です。なるほどね。あ、もう一ついいですか。どんどん出してください。どうぞ、いいね、どうぞどうぞ。こういう普通の命名書、あ、これ命名書のちっちゃいバージョンなんですけど、なんか命名書って本当は生まれて何日かで、うん、で出して何日かにしまうっていうものなんですけど、なんか結構3歳とか4歳とかぐらいのお子さん、この猫の感じわかる？これミスした、ミスした。すいません、余計なことしてごめんなさい。なんだっけ、なんかもう字が読めるようになってきた子とか、ちょうどこれが自分の名前だって分かるようになってきた感じのお子さんにのために買ってっていう方が結構、なんか生まれてすぐよりもそういう方が喜んで。大きさはそれもあるんだ。タイプ、そうです、このタイプと、あ、両方あるのね。このタイプと2種類です、はいはい。それとですね、これはもうあのセミオーダー、お名前だけいただいてこういう会所でかっちり書くっていうセミオーダーなんですけど、あの大人の方のオーダーメイドでプレゼントとかだと、これ今日お届けに行くの、これから本当あの商品なんですけど、商品というか作品なんですけど、これもお名前ともこさんっていう夏っぽい、ね、お名前、うんね、でこれはオーダーメイドです。でオーダーメイドだと会社じゃなくて、もうね、しんじさんがそのまま、そうです、いろんな書体で書きます、うん、あの立派なホームページが、ね、あってね、ボクスイ、ボクスイことの葉、ボクスイこと、あ、そうです、これボクスイことの葉というホームページ、ね、で、ググってもらえればホームページ、そうそう、ホームページ、ね、たまにブログも更新してますから。そうなんです、1週間に1遍ぐらい、1週間に1遍、ね、ちょっと少ないんじゃないでもね、結構いいこと書いてあるの。でしょ、でしょ、でしょ。結構、なんか、ね、いきなりカルガミルクはダメとかね。あね、そんなに大きい。とりあえずビールじゃないとダメとか。まあ、でもあの、ソーシャルボタンがついたからよかったよね。あ、そうですね。あれすごい。あれで拡散するからね。うん、そうなんです。ソーシャルボタンって何？だから、いいねボタン。うん、あ、いいねボタンね。ツイッターとかね。あれがないとさ。俺なの、うちなのにつけてくれてる？水越さん。だってさ、ホームページはいいや、ブログがあるから。そう、ダメだよそれ。ちょっと管理費も払ってんだからさ、ホームページの今月支払わないよ。そんなことはどうでもいいから。あ、どうぞどうぞ。あ、そうですね、まあこういう感じでオーダーメイドだといろんな感じの字を、はい、それ何、紙もこれ、あの、そうです、選ぶんでしょ、なんか。そうです、お客さんがこういうの紙でって、お客様の方でこの紙使ってほしいみたいなのが、うん、終わりの方だったらば、あの送っていただいて、であの、ま、大きさ的に、あ、これよりもちょっと一回りぐらい大きい紙だったらば、ね、大体できるんですよね。これがそれお客様のお名前なの？そうです。あ、これはご本人の名前なの？えっ、ー、とね、お嫁さんに、あ、なるほど、お嫁さんにあげるのね。お嫁さんのお誕生日のプレゼントに、素敵だね。ちょっと待って、シュートメさんが、そう、素敵、なかなかない話だ、ね、うん、いや、いい話、いい話だな。そうなんですよ、ありえない、なんかありえない話だ、うん、だからやんなきゃ、そういういや、俺がやるんじゃないじゃん、だって。そう、だから提案しろ、提案、提案もできないよ、仲間まずはご自分、いやできないよ、そんな。でも奥様にプレゼントとかね。そう、そうなんですよ、うちの家内誕生日にプレゼント、ほら、もう入って、オーダー入ってよ、ほら、もう奥様に、あの、いろいろバージョンあるんですけど、やっぱりなんか女性にこう手にしてもらいたいなと思ってるんですけど、女性が自分で買うってちょっと難しいんですよね。旦那だよね、うん、旦那、彼氏とか旦那がね、そうそう、記念日とか、そうそうそう、なんか結婚記念日とかお誕生日とかに、あんまり触れたくないような感じで。そんなことないよ、そんなことない、もうバッチリよ。何言ってんのね。喜んでもらえますよ、ね、奥さん誕生日いつですか？3月、あんまり言いたくないの。東日本大震災の日だ。3月11日の日だから、すごいショックよ。
本当に。それまではね、松田聖子と同じ日とかって喜んでたのに、同じ日だった、同じ日、それがあの日以来、もうお誕生日になってもあんまり喜ばないよね。まあ喜べないっていうかね、なんか複雑ですよね。そうだね。まあ俺と三越さんね、同じ誕生日だ。昭和35年10月20日、同じ日、年も同じで。そう、あ、そうですか。ごめん、俺の方が若く見える、ごめんね。いや、同じくらい。春秋さん、ひどひどくないですよ、同じなんだから。それはね、それはね、ちゃんと知っちゃってるから。じゃあ、メガネの話いきましょう。あ、そうですね、今日はちょっとじゃあ、ね、ぜひ春秋さんのホームページから見てください。売り上げが悪いんで、ちょっと脱線しすぎちゃったけどね、今日はね。ダメよ、脱線しちゃダメよ。じゃあ、まずどうしようかな、最初にですね。やっぱり大人気。そう、大人気ね、エフェクターのね、今回新商品が入ってまいりましたので、エフェクターの新商品が4型入ってまいりました。ですね、エフェクターというのは非常にコアのファンが多い、まあ、コンセプトショップ系のメガネなんですけど、取扱店が非常に少なくてですね、中央線では西荻窪より西側ではメガネの前田のみです。吉祥寺も立川も八王子もありません。で、どういう方がかけてるかっていうと、妻夫木聡さんとか、で、まあ、一番有名なのは宮川大輔さんが、今もね、こうダートってやつかけてるのものすごくでかいんだけど、こう黒いやつに白がいっぱい入ってるの今かけてる。線がね、線が。あれはだからオリジナルで作らせたんだと思う、多分。ね、今ですね、コメントが1件来ました、はい、本当。菊池さんから、はい、菊池さん、春秋さんだ。菊池さんって、あの菊池さん。武蔵南連の。私友達になってないんだけど、菊池さん、私友達申請していいですかね。ぜひ。菊池さん、知ってる人はいっぱいいるんだよね。鳩野さんとかなんかいっぱいいるよね、菊池さん、知らない人ね。菊池さん今見てますんで。あ、本当に。菊池さん、また飲みましょう。ということで、また飲む話。いいから、エフェクターの話。エフェクターの、それでね、今回4型入ってまいりまして、新商品、これマース、はい、それから、はい、コントーション。こうマースはね、有名なあのパズっていうやつをちょっとイメージして。薄いですか、今まで生地厚が8ミリだったんですけど、ね、これ実はね、6ミリ、薄くして、ちょっと薄くってかけやすい感じ、まあ、インパクトは残しつつもかけやすくしたって感じ。これいいな。でもそれマースはね、でも結構ね、結構インパクトあるんでしょ、やっぱり玉型。ちょっとかけてみね。マースは結構インパクトあります、ほら。どう？あ、そうだね。マース。あるね。マースってどういう意味なんですか？わかんない。あれ、なんか惑星かなんかの名前じゃなかった？マースって違ったかな？惑星は違った。MARS、マース。それで、あ、でもこれ22,000円でそんな高くないんだね。これね、しかもサバエのメガネ職人さんが一本一本手作りですから、ね、だから生産本数も少ないし、入荷するのにも本当日にちがかかって、はい、さっきの人気商品のダートなんかはもう全然入ってこない、もう出してない。で、この間実は、電話でお問い合わせがあって、予約注文で、いつになるか分かりませんって言ったんだけど、いや待ちますとか、ダートそれはどちらの方、田中金の方、ね、うん、電話で。それはあれですか、ブログ見て、ね、ホームページ、ブログ、うん、ありがたい。でいくつぐらいの方なんだろう、多分ね、30代が多いね、エフェクターは。まあ、40代ぐらいまでかけるけどね、はい、まあ、私50代だけどかけますけどね。吉岡さんからコメント入りました、うん、春秋さんだ、また吉岡さん、ありがとうございます。写真を撮ってくれたね。ああカメラマンのね、はい、吉岡さん、いい写真をね、はい、プロフィール、そう、すごいいっぱい撮ってもらって、200枚ぐらい撮ったら、うわ、いっぱい、また定期的に変えたら、いや、ね、でも変えない方がいい、の写真は変えない方がいい、変えない方がいい、とりあえずはね、とりあえずはもうそれで覚えてもらって、まあ今まで猫だったからね、猫、ね、うちの、これは、ね、これコントーションはね、いいね、ディストーションっていうの、これあるでしょ、これ、私、うん、それいいね、これで遠近両用作ろうかななんて、でもやっぱり存在感あるね、エフェクターって。そうかな、これはでもそうでもないと思う。いや、あるよね、そう、そう、うん、ずっとでもかけて、会った時からかけてたら、あ、そうそう、違和感はない、うん、あ、そう、で、あとはラウンジ、ちょっとね、ちょっと小ぶりなんですよ、今までの二方に比べてちょっと小ぶりだから、これ、まあこれの方が普通っぽいね、普通っぽい、誰でもかけられる、普通っぽい。でね、今回初めてね、女性でも全然 OK のタイプがランチっていうのが出たんですよ。で、これちょっと黒とね、ちょっとワインみたいな色、ちょっと町田さんかけてみて、これいいね、これワインこれね、エフェクトなんだけど、これはもうぜひ女性に、玉型からして女性におすすめ、
それは黒ね。それ黒。いいじゃない。もういい。見たいな。いい感じ。あ、これある。あ、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。じゃあ、この、あ、そこに置く？わかる？まあ、なんかいいな。ね、多分黒はなんかほらすごく締まって見えない。引き締まって見えない。ワインも、ランチもいいと思う。ワインもちょっとランチっていう。うん、あ、エフェクターで初めて、こんな。男かけても黒だったらおかしくはないんだけど、でも。ちょっと待ってね。うん、どう見ても。あ、いい感じ、いい感じ。あの、影具合調整できるからね。うん、どうですか？これいいですね。ね、もうちょっとね、もうちょっと奥まで、そう、奥まで、そうそうしてみて、うん、そうそう、そんな感じ、そうそう、あ、すごくいい感じ。なんですか？素敵じゃないですか、ね。いいですね、これ。その色いいね。うん、これいいですね。なかなかない色だよね。うん、もうちょっと濃かったら薄い色あるけど。うん、なんか。でもさっきの黒も可愛いか。黒も黒はね、黒はね。ラウンチ。え、どうですか？あ、これ。はい、ランチ。ランチ。ランチ。うん。ラウンチ。ランチ。この名前の、どうしてこういう名前なのかよくわかんない。ランチだから、お昼ご飯のランチ。ランチ。お昼ご飯のランチ。うん、まあ、でもやっぱそっちの方がこう、うん、こっちの方がいい感じ。いい感じ。そうそうそう。これはなんか、キリッとしてるよね、こっちはね。あの、黒なんか、締まって見えるんですよ、うん。うん。そうそうそう。ね。あ、ちょっとワインからの方がいいな。うん、ワインの方が、色々使いやすい。ね、そのなかなかね、ありそうでない色、これいいですね、うん、いいね、素敵。マミってどうですか？たぶん、もうちょっとこれ、うん、カニ側は大丈夫、調整できるから。これね、2万2000円ですから、高くないね。素晴らしい、あのね、エフェクターの良さは実際に触ってもらわないと分かんない、この質感の良さっていうのは、手作りの良さ、はい、これいいですね。いいでしょ。気に入っちゃった。もうなんか 3本でも4本でもお買い上げいただいていいよ。この4商品が新作。とりあえず新モデルですね。で、あの今うちで、まあ、今ね、実は40本近くあるんですよ、在庫。いろんな種類が。で、やっぱりあのすぐ出ちゃうのが、この優作と優作2。あの松田優作の事務所とコラボレーションモデル。はい、まあ、これサングラスでね。あの使ってもいいし、これが優作で、こちらがちょっと一回り大きい優作2で、もう最初からちょっと色が入ってるから、まあ、サングラスで使ってもいいし、メガネフレームとして使ってもいいし、これはもう、前回も言いましたけど、日本粉もん協会っていうのがあって、粉もん協会ってね、うどんとか小麦とか、うん、もうラーメンも入るんだけど、うん、その日本粉もん協会っていうのが大阪に、事務所があって、そこの東京事務所の田中克彦さんって、まあラーメンとかうどんの世界ではすごく有名な人だね。で、私もフェイスブック上で友達なんだけど、その方が会ったこともなかった。会ったこともなくって、たまたまうちのあのフェイスブックとかブログを見ていただいて、前田さん今度ちょっと、ね、メガネ買いに行っていいですかとか、あ、もうぜひぜひお待ちしてますって言ったら、何の連絡もなく突然来て、で、この優作をね、もうこれかけたら、あ、もうこれがいいです。他いいです。これで決めます。もうこれで、もう他のはいいです。もうこれでいいです。で、今結構かけてくれてる、ね、田中さん。すごい、あの、もう本当に、なんだろう、うどん、ラーメンとか粉もんの、あの業界ですごい有名な人で。はい、菊池さんが、マースはラテン語で火星です。あ、やっぱり火星ね。やっぱり惑星だって。あとね、あのさっきのエフェクターかけてる、春秋さん、知的です。知的です。頭屋さんに見えないですよ、ね、そうなんだ、菊さんがね、はい、田村さんが優作シリーズ欲しがってました。あ、メディカスバンドの。え、メディカスバンド、違う、田村さんってどの田村さん、もう知らない、菊さん、田村さんってどの田村さん、いろいろ田村さんいるから、俺田村さんって僕の仲間のメディカスバンドの田村さんかと思ったけど、本当、いや私知らないよ、田村さんって。菊さん、それどの田村さんか教えてください。ぜひぜひ、あの今でしたらね、優作も優作2もございますので、これもね、もうすぐなくなります。優作ちょっとかけてみて。あ、優作ね、はいはい、まあ、前さんしかいないからしょうがないから、うん、何言ってんの、何かけても似合うんだから、ほら、ね、うんうんうん、これ優作、優作、ね、もう一つの方、はい、優作2になるともう完璧に、私の顔の大きさではサングラスだね。あ、グラサン、うん、優作2。あ、でもそれいいですよ、うん、結構レトロな感じで、うん、ね、ちょっとね、うん、これ清水にかけてほしかったけど、まあ今日清水にいないんで、さいな。あ、ね、高山さんありがとう。ふう、今日はオンエア間に合いました。ありがとう、ありがとうございます。高山さんね、ありがとうございます。印刷会社、西東京市で印刷、あ、西東京有機印刷、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、
これでまたあの Facebook で友達申請しよう。そう、高山さんもそう、メガネかけてるもんね。あ、本当に。ぜひぜひぜひ、エフェクターあたり、あと40代、50代、40代大丈夫よ、全然問題ない、問題ない、大丈夫大丈夫、エフェクター、うん。あ、菊池さんから、メディカスの田村さんです。あ、やっぱそう、言っといてよ、優作ね、すぐ出ちゃうからね、早く来ないとなくなりますよ。田村さん、これこっそり見てるかもしれないけどね、取り置きしといてもいいよ、ね、連絡いただければ、すぐ連絡ください、ね、田村さん。なかなか入ってこないんで、なくなってもね、入ってこないんでね、うん、入ってこない。何しろサバイの職人が一本一本手作りですから。そう、はい、素晴らしいですよ、エフェクターは。優作も2万2000円なの。いや、優作は3万円。あ、高いんだよ、うん、優作は3万円、はい、もうこの間、本当に田中さんが一発でも、もうこれ以上かけたくない、気に入ってるみたいですよ。気に入ったみたいね。これいいですね、うん、いいね、うん、なかなかその色ない。菊さんが知的ですって言ったら、うん、本当知的、なんか褒められたからまたかけたんじゃないの。知的じゃないのに知的に見えるってことかな。いや知的だけどさらに知的ですね。知的だけどさらに知的。そんな失礼なことゲストに言ってどうする。いや、だから見た目ですから。見た目、何を言ってんのよ。内側から輝くんだよ。あ、そっか、内側から。あ、そっか、内面から。ちょっとね、ちょっと新庄さんにせっかく来ていただいたからね、はい、大丈夫大丈夫、すみません、後で、いろいろかけてもらいましょうかね。この間ほら言ってたけど、オークリーでもスポーツサングラスも、オークリーでも女性サイズがあるんですよ。これ女性サイズ、女性サイズなんだ、うん、これ女性サイズ、かっこいい、うん、これでもサングラスなんですよ。もうスポーツサングラス、それってどう入れる、入れられる、ある程度のは入れられる。私みたいなドキンガンだけどちょっと難しい、イチローとか、もうあとね、フィギュアスケートじゃなくて、なんだっけ、これね、実はオークリーの、この、この春夏の、カタログなんですけど、イチローでしょ、見せてみせて、平野歩夢、スノボの平野歩夢、はい、それから次のページ、宮里藍、松山英樹、はいはいはい、松山英樹、オークリーなの、オークリー、全部オークリー、ーで、オークリーもね、これすごいいっぱいあるんですよ、すごいパンのメガネフレーム、これ乗ってるんだけど、こんなにいっぱいあるの。これ加藤ジョージ、スピードスケート、あ、本当だ、うん、オークリーもいいね。このね、加藤ジョージがかけてるのがこの、あ、今どうぞかけてみて、なんだかよくわからないんですけど、いや、かっこいいよ。だからゴルフの時とか、うん、いいと思う。ゴルフの時いいね。ゴルフの時いいと思う、うん、やるの、やるもん、バンバンよ。バンバンじゃない、私はやらないけど。あ、いいじゃん、バンバン、かっこいい。なんかさ、揃いようよ、春秋さん、揃いよう。こっちもかけてみる。あ、それもいいな。絶対春秋さん選ばないタイプでしょ、それ。うん、自分じゃ選ばないな。いや、でもね、スポーツするときは、スポーツするときは絶対、そうそう、ね、スポーツするときは絶対いいと思うよ。うん、そうなんすかね、うん、なんかシュート、あれになったみたい。何、あの戦隊もののなんか確かにね。モモレンジャー、モモなんとかじゃん。モモレンジャー結構怖いみたいな。50代で言うことでやっぱりモモレンジャーだってあったでしょ、あったでしょ。まあまあね、なんか本当そういう気分になる。いや、いいで今ね、菊池さんがこの前帰りにメガネの前田どこにあるのって前田、あの田村さん聞いてた。あ、本当ね。やっぱり田村さん。いやいや、ちょっと田村さん、田村さん見てると思うんで。え、本当？また連絡しといて。ね、売り上げ悪いんだから。松田一本で売れるように。まあ、それちょっと抑えておきましょう。抑えておきますよ。言っていただければ。ね、すぐ売れちゃうからね、うん、言わないと。はい、じゃあ次。でね、この、はい、その、はい、オークリーのこのクロスリンクシリーズっていう、これメガネフレームなんですよ。メガネフレームなんだけど、腕がね、こういうふうに取れて他の腕と交換できる。で、1本に、これはこういうちょっと目立つ色なんだけど、もう1本は、例えば黒とかでオンタイムとオフタイムに使い分けができるっていう。それいいですね。そうで、これ安いの、これね、1万9000円だから。あ、オークリー、うん、あ、ちょっと難しいな、壊さないで。いやいや、壊したらダメです。まあいいや、時間ないから、はい。で、メガネフレームもね、いろんなのが出てるんですよ。オークリーもね、はい、これがオークリーなの。これもオークリー、もうこのマークがついてたら大体オークリー。だからこのマークはオークリーですから、うん、このマーク。だから本当にスポーツ選手、プロ野球選手もいっぱいかけてるし、うん、大リーグが本当多いよね。大リーグ、大リーグ、あのオークリーってすごい丈夫なのね、はい、うん、特にスポーツサングラスの、あのレンズが、
でこれなんかは全部これ、ね、樹脂でできてるの。これすごく軽いと思うんだけど、高山さん、はい、オークリーの偏光サングラスは趣味の釣りで使ったことがあります。ああ、ありがとうございます。でも釣りとかね、外で、あの水面のギラギラを撮るからね、偏光レンズっていうのは、あの運転してる時にダッシュボードのギラギラとか。あ、菊さんはオークリーも似合う危険な女の匂いって言ってた。怪しく危険っていうか怪しかった。怪しくなっちゃった。ちょっと怪しかったけど、まあ、人それぞれね、見方が違うから。いろんな見方あるんじゃない。危険のがいいですね。これね、これちょっと全部樹脂でできてるからすごく軽い。これね、オークリー、これマイルストーンっていう、これマイルストーンっていうフレーム、メガネフレーム。軽いね。軽い。オークリーもなかなかいろんなバリエーションがあって、これ普通のメガネとしていいと思います、すごく。じゃあもう俊二さん、どれでもかけてみて。これは何ですか。え、こちらはどこのブランド。いや、いろんなの入ってるあるんだ、これって前かけた、かけた、それ気に入ってたんじゃなかった。それはどこなんですか。それはね、あのアーバン、すごく軽いの、アーバン。あ、いいね、軽いよね。それいいね。それかけ心地、軽いと思う。あとね、これが気に入ってたんだよね、このラフォンのこれ。あ、そうだよ、ちゃんと覚えてんのよ。あの、売約済みって貼っといてもいいよ。あ、そうそうそう、ね、これ気に入ってたんだよね、これ気に入ってた、ラフォン。ラフォン、これ何でしたっけ。それもラフォン、これラフォン、ジャンルイラフォン、あの、フランスの。これ気に入ってた。でも そっちもいい、これもいい、ランチ、そのランチもランチ、ほんとよかった、色がすごくいいね、いいね。あの、今までヘクタにこういう色なかったんじゃない。ない、ない、ね、ワインの色っていうか、小豆あんの色っていうか、甘いものも好きなんだよ。美味しそうな色、ね、これお酒も飲みたくなるような色ね。ですね、吉岡さん、オークリー、自転車乗りにもユーザーとても多いです。多いでしょうね。あのね、吉岡さん、自転車乗りなんですよ。あ、言ってましたね。あの、オークリー多いよね、自転車乗りもね。ぜひね、皆さんメガネの前を宣伝しておいていただいて。あの、オークリーも、オークリーも小金でうちだけなんで。え、そうなんだ。そうです、そうです。1地域1店舗制なんで。あ、ね、今、あの、俊二さんかけてラフォンもそうだし。あ、そうなんだ。はい、そう、ラフォンもうちだけ。日本の前田さんだけ。いやいや、この地域で、ね、あ、そうこの地域で、地域でうちだけ。うちそういうのがすごく多いんですよ。最初のオーガンもそうだし、あの、さっきかけてもらったワーバーもそうだし、オークリーもそうだし、エフェクターも当然そうですね。でちょっとね、ここで目の前さんのちょっと店内をですね、ちょっとお見せしたいと思って。あ、はいはい、どうぞ前田さん、うん、はい、前田さん、ここで解説してくる前にここにあるから、はいはいはい、まずここら辺に、あ、そこはあんまり大したことないよ、三脚、あ、いや、このビールから、あ、ね、あ、ここ、飾る前田さん、ここに来たら声が入らない。そうか、ごめんなさい。そのね、上の方の段がカザールのサングラスと、え、そう、カザールのサングラスと、シューズがちょっと見て、シューズさん、これ見てくれ、映ってる、どれがカザール、あの、上の辺、カザールって CAZAR って書いてあると思う。ああ、映ってます、ね、それがドイツの、あの、メガネだけのブランドなんだけど、昔から有名な老舗ブランド、カザール、すごく個性的で、特にサングラスが有名。この紫のでかいやつですね。この間かけたよね、純二さんね。すごくあの個性的なんですけど、あの、ちょっとお値段もしますけど、これ好きな人は本当に。で、そのね、水越さん、その目の前の 赤いフレームあるでしょ、ちょっと大きめの。それがあの婦人画報で紹介された、2月号かなんかで紹介されたフレーム。サイドにちょっとクリスタルが入ってて。婦人画報で、誰がかけてたの。いや、モデルさん。で、その隣がラフォン。ラフォン。もうそうだよね。それ以上いかないよね。全体に、こういう感じで。まあ、一応、あの、結構、そんなに狭くはないと思うんだけど。全体がわかる感じ。あと、水越さん、できたら後で、この、検管室の中もちょっと。はい、金眼室の中、はい、え、大丈夫、その辺からだったら金眼室の中も、あの、ちゃんと、設備もちゃんと完備しておりますので、
で、これ最後にじゃあこの補聴器の防音室、これ防音室です。完全密閉の防音室、この中に入ると何も聞こえません。で、一人になりたかったらこの中に入るといいかもしれない。なんかそれも何の音もしないから。何の音もないって言ったら少ないですか。そうかね。でも広いね、前田さん。ありがとうございます。まあ家賃も高いです。いや、それはいいっすよ、そういうことは。家賃高いです。洋華堂さんだからね。洋華堂さん大変。高いですよ、もう本当に。とんでもないよ。はい、ということで、メガネ前田さん、今日は特別に店内をね。ありがとうございます。ちょっと春秋さん、いろいろかけてみて、せっかくだから。ちょっと待って。じゃあ、さっき黒も結構あったでしょ。やっぱ黒とか紫合うかな、やっぱり。どう？なんかよくわかんない。あ、いや、いい感じ。すごいいい感じ。ドレスコードって。あ、ドレス、あの旗のさんかけてるやつ。メーカーの、ブランド、ブランド、あのシャルマンの今ラインアートですごくあの有名になって、国産の純国産フレームメーカー、マドモアゼール、じゃあもっとマドモアゼール。これはどおおすごい、これ、いや、これラボ、これの恵子さんにあります。あ、そう、この辺り、畑野さんも結構似合ってた。ラフも似合ってた。あ、これもいいじゃん。ちょっと、ちょっと今ね、調整してないからね。やっぱりさ、春秋さんもさ、似合うよね。メガネがやっぱ美人やメガネ似合うんだよね。これ自分ではどうですか。あ、これは私、あんま嫌いじゃない。ね、いいと思う。あの、ちょっと、なんだろう。なんかのとパーティーとか、ちょっと銀座あたりを歩くときとか。あと舐められちゃいけない時。舐められちゃいけない時どういう時なんだ。舐められるってどういう、どういう意味。なんかこう、この若造がみたいに思われない時。全然そんなことないよ。ちょっとマダムっぽい感じ。いやいやいや、いいかもしれない。でもね、あの結構ほら若い子でさ、最近この大きいのがね人気あるでしょ。ああ、そう、確かに。若い女の子、しかも何、同意でないで、要は伊達メガネ、こんな私増若翼とかさ、なんかあの辺の世代。これそうなの。あ、かわいい。かと思いますけど。いやいや、いいよ。かわいいじゃん。でも軽いでしょ、アーバンだから軽いの。すごい軽くて、なんか原宿とか行ったら多分いっぱいいるよ、こういうの風邪とか。ね、いっぱいいるよね。で、ほとんどね、あのレンズも入ってないって。へぇ、そうなんだ。本当に伊達メガネ。ファッションもいい。ファッション、ファッション、本当のファッション。なんか変な感じ、なんか面白い感じね。え、あとほら、こういうあの逆内ロール、逆内ロール、ね、中がこんな風。そうそうそう、これなんか面白いね。これね、長板、もうほんと最新の長板使ってて、これもサバエで作ってて、これ若くて可愛い子が来たら絶対可愛いと思う。若い子がね。若い子。いや、若いじゃない。でもなんか10代とか20代。あ、10代ね。10代、それはちょっと無理で、今言うのはね。じゃあそれはこれは逆内ロールね。フレームが。それはクリエイター系の。そう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 。なんか面白い顔になる。垂れ目にみたいな。いや、そんなことないよ。なんかパンダみたいな顔になりますね。あとだからね、あの中にはこれでこの辺を化粧するときに、これ。ああ、見えるでしょ。ああ、眉かけるってね。まあいろんなのがありますけど、あとそうだ、もうちょっと紫っぽいやつ。これはプロデザインデンマーク。プロデザインデンマークのフレームメーカー。デンマークのメガネってどうなの？あのね、やっぱりで、あ、色使いとかすごく綺麗ね。で、イタリア製なんかはやっぱり確かに色使い綺麗なんだけど、品質があんまり良くない。このプロデザインデンマークの方が品質がいい。これかけやすい。本当？で、お値段もそんなにあの高くなくて、いろんなバリエーションがある。色がね。ね、やっぱそういう色合うね。さっきのこのランチもそうだったけど、紫とかね、顔が黄色い系だから。そんなことな、そう、黄色人種、黄色人種がみんなそうじゃん。だってでも白系のピンク系の顔の人いるか。そうか、そう。これもこれすごくかけやすい。あ、そう、プロデザインデンマークもね、あのうちだけです、あのこの辺では。中がまたちょっとこんな、そう、あのね、本当に独特の色使い。このね、腕の横の部分もすごくおしゃれ。ね、こういう色使い。面白い。いろんなバリエーションがあるんですよ、これ、デザインデンマークは。これ、畑野さん似合いそうだな。ね、畑野さんも結構いろんなの似合ってたよ、この間。畑野さん、これ似合いそう。
カザールもかけてもらったけどね、この間ね。ああ、そうね。うん。畑野さんも修二さんもここでメガネ買ってんの？そう。あの、二人ともおしゃれ相談会。あ、そうなんだ。うん、橋本先生。だからこれ毎回あのメガネの前田 TV はおしゃれ相談会みたいなもんですか？まあ、そう、当たり前だよ ね。だから厳選した美女しかお呼びしてません。前田さん1回のコンサルで100万ぐらいと言ってますからね。それがまあ、ただでみんな消えるというかね。はでもあれなの、その、修二さんそれ作ったらいつですか？これ去年で。去年の11月。おしゃれ相談会。うん、そう、おしゃれ相談会。まあ、そろそろね、新しい。なかなか自分じゃ似合わない、ね、選ばないよね。絶対手に取らないですね。ね、でもやっぱり人からいいって言われるでしょ。あ、これは言われますよね。だからね、いつも言うんですよね。昨日ね、ある女性にも言ったの。その自分で、なんて言うんだろう、自分が似合わないって思うんじゃなくて、人から見てもらっていいなって思われるメガネが大切。自己満足じゃなくて、人から見てもらって。それ大切です。それが本当に似合ってるってことだと思う。そうそうそう、あと、毎日会ってる人じゃない人がいいかも。あ、見てもらうのにね、うん、あ、なるほどなるほど。毎日やってる人って何をかけてもいつもの顔と違うから。あ、そうかそうか、なんかちょっとね、みたいになっちゃう。なるほどね、なるほど。まあでもね、似合いそうなのいっぱいあったから、やっぱランチが一番。ランチ、うん、なんか新しいもの好きだよね。いや、そんなことないです。そう、うん、ね、冗談冗談。ちょ、これもかけてみて。これもらおう。これ赤ですか？赤、でもそれもちょっと小倉色っぽい。でもサイドが綺麗でしょ。まあ、似合うね、メガネね。似合う似合う。これ、それもいいね。面白い。それもいい。それもおしゃれだね。うん、なんか横が赤、なんかかわいい。それ、横全部赤なんだ。あ、うん、そうだね。あ、赤って言ったらいいのかな。うん。え、どこでしたっけ？これラフォン。ラフォン。うん、ラフォン。おしゃれ。ね、全部赤だとちょっとあれだけど。うん、軽いそう。軽いし、これも描きやすい。うん、やっぱり似合う、何かけても似合うね。これいいですね。うん、うん、これで5本ぐらい買ってもらえそうだな。じゃあ今日見た中でどれが一番で、ランチ、ランチやっぱり。じゃあ最後ちょっともう一回ランチ、ランチじゃあかけてみる。でもなんかこうシチュエーションによって、うん、そう、かき分けていただいていいんですよ。大体、うん、でもみんなその使い分けるっていう使い方される方増えてきてるのかね。まあね、特にやっぱりシニアレンズ層になってくるとね、あの若い人はほらもう ね遠く見るだけでしょう、うん、だけどシニアレンズも遠近両用とか使い出すと、うん、遠近両用、私これ遠近両用なんですけど、まあ遠くも近くも見えるんですけど、やっぱり1枚のメガネでね全部見えるから、やっぱり範囲が狭いんですよ。だから例えばこの遠近両用で、例えば本とかパソコンなんか見るとき、こうやらないと見えないから、ね、からすごい疲れちゃう。遠近両用1本では無理。で、例えば金曜ワイドレンズっていうのは今だんだん増えてきて、単なる単焦点の老眼鏡じゃなくて、単焦点の老眼鏡だと大体こう本読むぐらいの35センチぐらいに合わせる人が多いんですけど、そうするとちょっと離すと見にくくなっちゃうね。で、金曜ワイドレンズっていうのはもうちょっと奥行き出して、例えばパソコンぐらいのやつがもう見えるし、手元も全然 OK。 でもそれだと人が近づいてきた時にわからないわけで、そうするとあの室内快適レンズって言って、まあ、中近っていうレンズなんだけど、それかけると 2,3 メーター先ぐらいから手元までが見える。でも中近でもやっぱり手元を長時間だとやっぱ疲れる。だから3本、まあ、理想を言えば3本使い分けていただけると一番いいですね。私は3本使い分けてるし、これ金ちゃんも、金ちゃんもそうでね。そう、金ちゃんこの間あったの。金ちゃんの説明してください。高橋金一さん。あ、金ちゃん、うん、はい、あの JA ね、武蔵の重鎮で、うん、まあ、関根町 の大金持ちですね。で、最近はなんかもう都心のもう高級レストランで食べまくるみたいな。そう、いつも美味しいもん食べてる。すごい美味しいもんばっかり食べてるのね。だから余計なんかね、腰回りがね。それはいいだけ。まあ、あのね、であの江戸伝統野菜、江戸東京野菜をあの広めるために、まあ、美味しいもんばっかり食べてるんだよね。で、その金ちゃんがもうものすごい疲れるとかって言って、まあ、うちのあの私より一つ年下か、私あのもうすごく、まあ、昔からうちのお客さんなんですけど、すごく疲れるって言って、でうちに来て、彼はやっぱり遠近、手元も持ってるんだけど、遠近両用1本でずっと長時間やってた。でそれでこの間うちに来て、であのこのラインアートのメンズ用で中近と、金曜ワイドを作ってもらった。
でこの間会ったら全然疲れない。あ、本当。もう本当つか本当に。ただ3本使い回すのは大変だけど、でももう全然疲れないと。違うんだ。まあ専門店ならではの ならではの喜びですね。そこで噛んでどうするんだ。専門店ならではの、ね、ならではの喜びですよ。お客さんがそういうことを言ってもらうのが一番嬉しいね。もう疲れがなくなったっていうのは、はいはい、嬉しいよね。まあ死ぬまでうちのお客さんでしょうけど。ということでぜひね、ミラノの前田さん、前田社長に頼みたいという人がいたらね。ぜひぜひ、あの範囲半商でございますからね、はい、ね、半分社で半分商いでございますから。売ったら終わりじゃない、当たり前でしょ、専門店は。うちの母が、はい、あのここいつも前田さんの、あ、ありがとうございます、前田さんのとこで。え、は、俊樹さんのお母さん。そうそうそう。あ、本当、じゃあ町田さんっていうの。そうそう。あ、違う違う。違う。吉沢さん。あ、本当。そう、ずっとこちらで。ありがとうございます。あのなんか、なんか前なんていうんだ、中身だけ変えてんのかな。あ、レンズだけ。新しい、うんうん、何本か持ってて。うんうん、レンズをいろいろ。うん。ま、あのレンズだけでも十分ね、いろいろ交換できますので。そう、ずっと面倒見てもらって。ありがとうございます。素晴らしい、ね。やっていただいて。ありがとうございます。地元ではね。まあ、あんまり時間なくなってきちゃったから、はい、まあ、最後にね、はいはい、ちょっと今需要期なんで、ラフォンのジュニアフレームをこんなやつがあるんです。ものすごくおしゃれな、これジュニアです。子供用です。こんなおしゃれなの。子供用でもね、女の子いいね、これ。こんな、まあほら、ほんとちっちゃい子、こちっちゃい子、2、3歳ぐらいの子でね、はいはいはい、メガネ必要な子いますからね、うん、ありますから。うちでもちろん、まあ、小さいお子さんはね、やっぱりお医者さんで、小学生以下ぐらいのお客さんはちゃんとお医者さんで見学してもらった方がいいと思うんですよ。これはセット家族だから全部レンズもついたと、全部ついて、うん、処方箋持ってきていただければその通りお作りしますし、はいはいはい、市内の眼科さんであれば、例えばちょっと見にくいとかなんかあればね、はいはい、処方交換とかも全然できますので。かわいい、これ横ほらこのデザイン、ね、これ何や、お花かな。そう、花柄でラフォン、これもラフォンですね。ラフォンですよ。これでうちだけ、これで子供がラフォン。まあ、ぜひ、ね、いろいろね、ご相談ください。ジュニアのフレームもね、ご用意してありますんで、はい、今日は結構時間経つの早かったね。で、余計な話してたから、いろいろ。そう、売約済み貼っとこうか、5本ぐらいね。ということで、今日はゲストの町田さん、もう一回最後にね。ありがとうございます。もう一回いいよ。いいですか。どうぞどうぞ。どうぞ。6月1日、6月1日の、何でした？あ、結婚記念日、僕の。おめでとうありがとうございます。JC のやつ。あ、そう、JC の、なんだっけ、宝箱。東京なんとかなんとか、うん、へ、交流センターでやるんだよね。そう、はい、でそう、あとその、イトーヨーカドーの前、あ、ここの前でも、そう、広場で武蔵小金井駅のフェスティバルコート南口、交流センターと小金井市民交流センター駅前のね、うん、イトーヨーカドーの前のフェスティバルコート、フェスティバルコートで、宝箱っていうのに出店してるんですけども、こういう、あ、これ販売もしてますけど、これはがき、そう、絵はがき教室というのを、これ俊二さんが書いたやつ、あ、それは私が書いたやつなんですけど、あのワークショップでみんなで、その場でみんなで書くの、そうです。で、私書道塾もやってるので、うん、それは先生として一言アドバイスなんで、伊達じゃないんですよ、俊二さん、春明さんじゃないんだから、春明じゃないんですよ、俊二さんなんだ。6月1日はい、6月1日に、はい、やってますので、武蔵小金井駅の駅前の交流、市民交流センターとイトーヨーカドーの前のフェスティバルコート、ね、ぜひ皆さん、1日って何曜日だったっけね、日曜日だった、あれ、高山さんが、西東京のみゆき印刷さんの社長の高山さんが、春秋さんの旦那様にはいつもお世話になってる、そうなんだ、じゃあこちらこそ、わしらがお世話になっております。で誰が見てるかわかりませんよ、気をつけないと、言動気をつけないと、ね、そうですね。いや、私は全然気を使ってないからね。いや、高山さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。町田からフェスタ、私も JC として設営のお手伝いをします。ああ、よろしくお願いします。高山さん、JC だから町田からフェスタ、はい、町田からフェスタ、はい、わざわざコメントしてくれる他の市の方がちゃんと言えと失礼いたしました。町田からフェスタです。ありがとうございます。あ、それで関係してるのかな、あれ違うか、あ、そうそうそう、町田は JC、 弁護士、あ、そうか、 JC だ、 JC つながりだ、そう、6月で卒業なんですけど、まだ前の理事長だもんね、そう、前回、前年度の理事長、前年度の小金井の理事長、え、何仕事やってんの、弁護士さん、え、町田さんの弁護士だっけ、弁護士さんよ弁護士さんよ
本当に優しそうな言い方。優しそうは悪そうじゃなくて。いやいや優しそうよ。すごい優しそうじゃん。あの怖い弁護士ってよく言われるんですけど。あれで？仕事とか掘ってんですよ。仕事になると違うんだね。違う表情を見せるのかな。まあまあまあね。うん。ということで。ということで。今日はじゃあね。はい。どうもありがとうございました。ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。で今日ヘクターのね。はい。新商品ありますんで、ぜひ皆さん、はい、ぜひ、あの、そうですね、あの、田村さん、田村さん、優作、リガスバンドの田村慎也さん、作曲家の、ぜひご連絡いただければ、優作、ね、優作さん、ちゃんと連絡しといて、お願いしますよ、皆さんもね、早く欲しい場合は連絡ください、最近はね、遠方の方が、そうなんです、郵送で、はい、もう遠くは山口県の方もいらっしゃったし、そうか、郵送で、新潟の方もいらっしゃったし、うん。郵送で送ってほしいっていうね。郵送でもちゃんと送りますんで。そういうニーズに応えておりますから、はい、メールでも結構ですし、ホームページ等でメールも ありますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、すみません、ありがとうございます。はい、ということで、はい、第13回。第13回、メガネの前田 TV、これにてお開きにさせていただきます。はい、ありがとうございました。じゃあ、また、今度は2週後ですね。そうです。はい、来月 第2週の木曜日、はい、12時から、はい、よろしくお願いします。また美女を呼ぶつもりでおります。はい。あ、ちょっと待ってください。最後にですね、大分から、あ、カイさん、あ、カイさんありがとうございます。カイさんありがとう。ありがとうございます。またカイさん渋谷でね、今度はドーナツやりますから。あ、クッキーじゃなくて。今回ドーナツ。ドーナツの方が引きが強いかもしれない。でそれはまた写真載っけてるのが美味しそうなのよ。本当。イベントページありますから、Facebook の、うん。皆さんね、あ、もう終わっちゃったって大丈夫ですよ。ね、最後。カイさんのコメント読ませてもらいましたから、またよろしくお願いします、ね。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんさよなら。ありがとうございました。今週もありがとう。さよなら。